インテル CG82nm10 プラットフォームコントローラーハブは2008年頃から導入されているインテルによるチップファミリーの一つである。PCH はインテル5シリーズから登場し、ノースブリッジとサウスブリッジを用いていたインテルハブアーキテクチャの後続である。PCH はいくつかのデータパスを管理し、インテル製 CPU の機能のサポートする役割を果たしている。 これらの機能にはシステムクロック、フレキシブルディスプレイインターフェース、ダイレクトメディアインターフェースが含まれる。ただし不義は GPU 統合プロセッサのサポートにしか使われない。このように IO におけるチップセットと CPU の関係は以前のアーキテクチャから見直されている。メモリコントローラや PCI レーンなどの以前のノースブリッジの機能の いくつかは CPU に統合され、PCH は残りのノースブリッジの機能と伝統的なサウスブリッジの機能を合わせ持っている。PCH アーキテクチャはインテルによる以前のハブアーキテクチャを継承しつつ、プロセッサマザーボード間で次第に問題になりつつあったパフォーマンスボトルネックを解消するようデザインされている。 時間とともに CPU の速度は増加し続けたがフロントサイドバスの帯域幅の増加は比較的少なく結果として FSB が最大のパフォーマンスボトルネックになっていた以前のハブアーキテクチャではマザーボードはノースブリッジとサウスブリッジからなる2種類のチップセットを搭載していたボトルネックへの解決策としていくつかの伝統的にノースブリッジや サウスブリッジに属していた機能は再配置された。ノースブリッジは完全に廃止され、メモリコントローラと拡張カード用の PCI Express レーンの機能は完全に CPU 大パッケージに統合された。PCH は残りのノースブリッジの機能をサウスブリッジの機能と足し合わせたものである。システムクロックは以前は接続であったが、PCH では 完全に融合している。フレキシブルディスプレイインターフェースとダイレクトメディア、インターフェースの二つの異なる接続が PCH と CPU の間に存在している。フディはチップセットがプロセッサの統合グラフィックスをサポートする必要がある場合にのみ用いられる。インテルマネージメントエンジンは同様にナヘイラムプロセッサおよび5継のチップセットから pch に移動させられた。ノースブリッジが CPU に統合されたことで、チップセットに必要とされる帯域幅は緩和された。ありがとうございます。